Yeah.
はアドル君、まさか君がこんなところにいるとは。一体どういう経緯なのかね。アドルはこれまでの事情とエレナを探していることを説明した。そうか、エレナ君が。実は私をこんな場所に閉じ込めたのはチェスター君でね、城の人間があんな風になってしまった直後のことだった。その時少しだけチェスター君と話をしたのだが、どうやら彼は時計塔で彫像の力を解放しているらしい。この時計塔というのが数年前マクガイア博が作らせた曰く付きの代物らしくてね、地下の霊脈に干渉することでフェルガナ各地に隠されていた彫像に働きかける機能があったようなのだ。その結果像に封じられていた力はわずかに漏れて周囲の魔を活性化させ像そのものの在りかを指し示した。それが伯爵の狙いだったらしい。チェスター君はその時計塔を利用することで彫像の力を解放し城を正気で満たしていったのだろう。正気に当てられた者は理性を失い魔物と同じような存在へと変質した。もはや元に戻ることもないだろう。アドル君、どうかチェスター君を止めてくれ。いくら復讐のためとはいえこのような所業、聖国の神は決してお許しにならないだろう。